こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日も視聴者の皆様に好評だった話を集めてみました。睡眠用や作業用、おはようにお使いください。では、早速始めましょう。第1話目は、ある管理者からの E メール、です。どうぞ。はじめまして。私は心霊系サイト、ホームページを運営しています、中野と申します。今から書く体験談は現在進行形であり、行方不明者もいると問題が起こる可能性があるので、私のサイト名を明かすことはお許しください。登場する人物たちのハンドルネームも、仮名のイニシャルに変えていますのでご了承ください。私は先ほども書きましたように、心霊系サイトを運営しています。私のサイトは、遊びに来てくれた皆さんの心霊体験談を、E メールで投書してもらったり、掲示板に書き込みをしてもらい運営されています。数ヶ月前、私の元に E メールで心霊写真が送られてきました。私のサイトでは心霊写真を募集したり、掲載したりしていません。私は学生時代に、ある心霊写真が原因で、たたりにあったことがあったからです。なるべくその手の物理的な心霊アイテムには触れたくなかったのです。メールの差出人は不明。関東にあるネットカフェから、フリーメールを使い送られてきていました。写真は15人の30歳前後の男女が、日本まで正座して写っているものでした。会社の旅行先の民宿で撮影されたのでしょうか？オフ会の写真でしょうか？この写真の人たちはどういった団体で、どこで撮影されたものなのか、そのあたりの説明が全然書かれていなかったので謎です。写真の説明は非常に簡単なもので。助けてください。もう3人が死にました。壁に映り込んでいる白い顔のたたりでしょうか。と書かれているだけでした。私は少しだけ霊感があります。霊感といっても私の場合は、それが、もしくはそこが、やばいかどうか感じられるぐらいなのですが。顔？は確かに正座している人物の上空の壁にありました。それは丸く切り抜かれたような、ネズミ色の髪のない男の顔でした。無表情な。まるでお地蔵さんの顔。それが心霊写真の類であることを感じることはできましたが、その写真からは嫌な感じはしませんでした。E メールで送られてきたということは、この写真はオリジナルでありません。コピーされたものです。だからなのかもしれませんが、気持ちの悪い写真ではありますが、決してヤバい写真には感じなかったのです。たたりをなすようなヤバい写真には見えなかったのです。お地蔵さんの顔からは、私のサイトでは第3金曜日の深夜2時に、心霊牛密チャットと命名されたイベントを行っています。イベントといえば大層なことを想像される方もおられると思いますが、気の合った常連さんたちとチャットルームで、たわいもない会話をするだけのイベントです。チャットルームを知らない方のために簡単に説明しますと、チャットルームとは、リアルタイムで数人の人々が文字で会話をする場所です。新しい書き込みは一番上の段に書き込まれ、古いものからどんどん下に流れていき最後には消えていきます。私は今回の写真をそのチャットルームで発表し、意見を聞こうと思いました。そのチャットルームに集まる常連さんには、霊感が強い人たちが多くおられます。心霊系サイトなので、自然と強い方が集まってくることは不思議ではないのです。金曜の深夜、いつものように常連さんが集まり、たわいもない会話に花を咲かせていました。私は霊感が特に強い、U さんと A さんが来てからこの話題を出すつもりでした。が、挨拶的な会話も尽きてきたので、あの心霊写真の話題を切り出すことにしました。見たい見たい。当然チャットにいる人たちは興味を示しました。私は今回この写真が送られてきた経過や、写真の説明をまずは書き込みました。そして、写真を公開。私の管理するチャットルームでは、写真を文字の代わりに貼れたりするのです。チャットルームに参加している常連さんたちの反応は、恐怖というよりは、なんだか、その白い顔はお地蔵さんみたいで可愛いという感じでした。ただ霊感がある M さんだけは、写真を貼ってからすぐに会話が途絶えてしまいました。そして突然一言。俺ダメだわ。吐きそうなので落ちるわ。彼はチャットルームから退出しました。私もそこにいた常連さんたちも、M さんが落ちた理由を深く考えていませんでした。後で分かったことなのですが、その邪悪なものに、
最初に影響を受けたのが M さんだったのです。久しぶりの心霊系サイトらしいネタなので会話は弾みました。先ほど書いたように古い書き込みはどんどん下に流れていき、そして消えます。あの写真が消えてしまったので、再び私は写真をチャットルームに貼りました。そこからでした。参加者の様子がおかしくなりだしたのが、この写真はさっきと同じものなの？何人かの参加者たちが写真が少し妙だと書き込み出しました。何度貼り直してもアップしても、それはデジタルデータの写真なので変わるわけがないのです。しかし確かにどこか最初貼ったものと違っているような気がしました。的確に違いを指摘することはできなかったのですが、何か妙な寒気がするような、見てわかるというより体に直接妙な違和感を感じるのです。写真が流れてしまったので私は再びチャットルームに写真を貼りました。チャットルームが非常に重くなり、書き込みがうまくできなくなりました。突然私の携帯が、あの霊感が強い U さんからでした。過去この手のサイトをやっているがために心霊系のトラブルに巻き込まれたことが数回ありましたが、彼女の的確な判断により最悪の事態を何度も回避できました。必ず彼女はまずちょっとセクシーボイスでギャグをかますのですが、今日は切羽詰まった声でいきなり要点を話し出しました。中野さん、あれやばいよ。私はあれとは何のことかすぐにわかりました。それは目の前のコンピューターモニターに映し出されている心霊写真だと。 U さんはチャットには参加していなかったのですが、その写真を見ていたのです。特別なチャットルームでない限り参加しなくても書き込みや写真を見ることができるのです。あの白い顔は大丈夫なんだけど、左側にあるクーラーの上が。私はモニターに映っている写真を見て驚きました。写真の左端の壁にクーラーが映っているのですが、そのクーラーと天井の間に黒いシミのようなものが現れていました。男の上半身が出てきているよ。あれかなりヤバいよ。彼女が言うには、彼女にもまだ正体はわからないのですが、その男は霊とは少し存在が違う、恐怖を食って増殖する邪悪な者たち。奴らは恐怖する人たちの恐怖のパワーを吸収し、邪悪な力を増幅させる者たち。彼女は最近その邪悪な者たちが存在することに気づき、何とも言えない不吉な予感を感じているようでした。その邪悪な者がそこに映っていたのです。みんなが気づいて騒ぐ前に消した方がいいよ。運がいいことに、チャットルームにいる人たちはまだその邪悪な存在に気づいていないようでした。私と U さんとの電話中もチャットルーム内では気持ちが悪い、寒気がするなど体の不調を訴える書き込みがどんどん増えていきました。 A さんからメールが届きました。彼女も同じく邪悪な存在に気づいたようでした。クーラーの上の男の存在を。彼女らはお互い会話していないのに同じ邪悪な存在を感じていたのです。私はとにかくネット上からその写真を消去することを U さんに告げて電話を切りました。みんなが気づく前に消さなくては。クーラーの上に男が見える。あ、言っちゃった。彼の発言がきっかけでチャットルームには邪悪な気が増したようでした。そして K 君の次の一言が私たちを恐怖のどん底に突き落としました。俺の後ろに何かいるんだ。そいつが何か俺につぶやいているんだ。何が聞こえるんだよ。き、 K 君の書き込みの途中でチャットルームはフリーズしてしまいました。書き込むこともチャットルームから出ることもパソコンを操作することすらできなくなったのです。私は直接電源コードを引っこ抜きました。パソコンを再び立ち上げ、あの写真のすべてをハードディスクとサーバーから消去。慌ててチャットルームに戻りました。私だけではなくチャットルームにいた参加者全員がフリーズしてしまい操作不能に陥っていたようです。そして私と同じように心配になり戻ってきたのでした。しかし私たちが一番心配している K 君が戻ってきませんでした。 K 君にはメールを出すということでその日の朝方お開きになりました。結局 K 君はこの日を最後に私のサイトに来ていません。メールでの返事も来ないのです。ネット界では基本的にあまりプライベートなことを聞かないことが暗黙のルールです。私も常連さんたちも彼に連絡を取る方法はメールしかなかったのです。無事でいてくれればいいのですが。それから数週間後、
再び恐怖が私を襲いました。心霊体験談当初掲示板に。不思議なサイトがあります、ご存知ですか？とそのサイトのアドレスが書かれた書き込みがありました。そこには、海外にあるフリーサイトのアクセス場所が示されていました。私はそのサイトを開いて戦慄しました。あの写真が大きく貼られていたのです。そのサイトは1ページしかなく、写真の下には文字化けした数量の謎の言葉。後日それが中国語で書かれていたために文字化けしていたことがわかりました。その下には、訪問者の数を示すカウンターのみのシンプルな作りでした。カウンターが表示している数字も、私をますます不安な気持ちにさせました。カウンターの数字は、444。あの写真のあの部分は、あの日見たものよりも、上半身しかない男がにじみ出てきていました。不快で何とも言えない恐怖が私を包み込みました。私はこのサイトからとにかく出たい。しかし、また画面がフリーズしてしまいました。パニック状態でキーボードを激しく叩く私の後ろに、気配が。今までにまだ体験したことがない、最大の恐怖が背中に突き刺さりました。何か私の後ろにいる。私は恐怖で振り向くことができませんでした。私の後ろにある壁までの距離は、そんなにないのですが、それよりも長い。いや遠くから、何かを引きずる音をさせながら近づいてきたのです。私の背中数センチ前で音は止まりました。恐怖で震える私の耳元に、生臭い息が吹きかけられ。そして、あの K 君が書き込もうとしたと思われる言葉が、耳元で囁くように。それは弱々しい男の声でした。聞こえる？私は悲鳴を上げながら、パソコンの電源をコンセントから引き抜きました。後ろには何もいませんでした。後日、あのサイトが気になったのですが、さすがに自宅で見る勇気はありませんでした。私は新宿にある有名なネットカフェから、そのサイトにアクセスしてみました。写真はまだそこに存在していました。恐ろしいことにクーラーの上の男は、以前よりましてはっきりと見えてきていました。それに反するようにお地蔵さんの白い顔は薄くなり、ほとんどわからない状態になっていました。恐ろしいことに、カウンターは1万人を超えていました。私は何とも言えない恐怖を感じました。このまま何も知らない人たちが、このサイトを訪れ、彼らの恐怖があの男に吸収されていくと。先日、アングラサイトで知り合ったハッカーの友人と会いました。彼はあのサイトを消すことに協力してくれるようです。早く何とかしなければ。もしこのメールを読まれた方で、この呪いのサイトを存じの方は、決して場所を教えないようにお願いします。奴らにこれ以上恐怖を吸収させてはいけないのです。私も同じ管理者として他人事じゃないですね。ひえ？では、気を取り直してリスナーの皆様のコメントを見ていきましょう。SCP のミーム災害みたいな話で面白かった。13仏という13体の地蔵が放置されている心霊スポットに行ってから、数日してクーラーと天井の隙間から何かに覗かれたのを思い出しました。は？なんだろう、クーラーの中に住んでるって、すごい邪悪なんだろうけどなんか可愛い。そしてちょっと色っぽい冗談をかましてくるお姉さんがいるという状況に寒気を感じた。お地蔵さんが止めようとしてたのかな。だからお地蔵さんっぽい顔が薄く。44でも、444でも、4444でも、幸せと読めば忌まわしさも消える。加えて中華や諸外国では不吉でもなんでもない。ズズズズズ。ズッ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 ズ。ズン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 。ズン、ズンズンズンどこしろし。では次の話に移ります。第2話目は、部落や集落とかの怖い話を集めるスレナイの話、です。どうぞ。おばちゃんの昔話を語らせておくれ。創作臭い視聴文だし、多分ですれ違いかもしれないが、勝手に書いてくよ。田舎は閉鎖的で人間関係がすごく陰湿。私は小学生の時3回転校して、4箇所の小学校に通った。スーパーなんて車で1時間はかかるから移動販売車が来る、それも小学校のある中心部だけ。
周りは田んぼと山だらけで少し歩けば、今でいうところの消滅危機集落。集落は全員顔見知りで知らない人が来れば、あれは誰だとひそひそ話。よそ者には警戒心が強くて、なかなか本心を語らない。田舎ってそんなところ。農業のやり方はお年寄り連中に聞くのが一番だし、椎茸の原木作り体験や、わらじを編むのも面白かった。遊ぶ場所は田んぼや山しかなかったけど、子供が少ないから年上年下関係なくみんなで遊んでた。冒険ごっこやツツジの蜜を吸ったり、野いちご食べたり神社でかくれんぼしたり、結構楽しかった。かれこれ30年以上前の昭和の話。なぜ私がそんな田舎の小学校ばかり通っていたかというと、私の父は駐在所勤務の警察官だった。何人かの警察官が交代で待機してるのが交番で、駐在所は住居も兼ねてるから、そこに住みながら警察の仕事もできる。田舎の方では、交番を作るほどの予算も人でもないから、駐在所に住みながら24時間お仕事をする。もちろん24時間というのは比喩ではなく、警察官が不在の場合でも来る人がいるから、警察官の奥さんが対応することもある。私の母は元婦人警官で、そういう対応には慣れていたようだった。また、なかなかそういう夫婦は少ないから重宝もされていたんだろう。駐在所周りを転々とした。おかげで小学生の時は、駐在所にしか住んだことがない。ところで、田舎の事件はとても少ない。人口も少ないから事件の発生率も少ないのもあるが、田舎は内内で解決する風習がある。例えば、お酒の席で喧嘩が起きたことがある。喧嘩自体は珍しくないのだけど、人情沙汰になってしまい父が呼ばれたことがある。で、どうしたかといえば、お酒が抜けたから大丈夫だと言って返された。母が本庁から人を呼ばないのか聞くと、私らで何とかするから駐在さんはいらんと、父は返されたらしい。その後、人情沙汰を起こした人は集落で見かけなくなった。まあ、そういう感じ。じゃあ駐在さんは何をするんだといえば、主に集落以外の人が絡んだ事件で役に立つ。農作物の泥棒とか、山への不法侵入とか。それ以外の事件のない日は何をしているかというと、週に1回本庁に行く以外は、保育園で飼う野良ウサギを捕獲したり、一人暮らしのお年寄りの様子を見に行ったり、と集落のために働いていた。そんな駐在さん、その子供を含む、の立ち位置は、ちょっと微妙で複雑でもある。例えば、田舎の中にも山を切り崩して、新興住宅地ができてるところもあった。そういうところは新規参入者と子さんとの間で圧力ができる。親同士、子供同士で仲違いをして、新興住宅のことは遊んじゃダメ。田舎のことは遊んじゃダメ。というよくわからないルールができる。そんな時、駐在さんはどちらとも関わるし話すけど、どちらにも居場所がない感じがする。ないがしろにはされないけど、ここからは入っちゃダメという線引きが必ずある。という感じといえばわかりやすいだろうか。特に子さん側。上記の人情沙汰でもあったけど、集落のないない。の中に駐在さんは含まれていない。駐在さんも長くて2年から3年くらいで人事異動になるし、大きな揉め事でもない限り集落のことは集落で。というスタンスがあった。表面上はよくしてくれるし、お互いになあなあな関係もあったと思う。前置きが長くなったけど、これからする話はそんな田舎の話。閉鎖的で古い風習に縛られてた田舎の話。小学校6年生の時、私はある田舎の小学校に転校した。山に囲まれた、見渡す限り田んぼだらけの正真正銘の田舎。その小学校は、1学年に20人くらいはいた。全校生徒で100人足らず。私にとっては4番目の小学校になる。すっかり転校の達人になってた私は、教壇に立って自己紹介が終わり、一番後ろの空いていた席に座ると、早速隣の席の女の子に話しかけた。〇〇と言います。よろしくね。話しかけた後で気づいたんだけど、その子は顔が大きくて、目が開いてるのかどうかわからないくらい細かった。大人になってから思い出すと、ダウン症みたいな顔というのが一番近い。ふさわしい表現かどうかわからないけど、他に表現方法が見つからない。不快になられた方がいたらごめんなさい。洋服はピンクのトレーナーなんだけど、全体的に薄汚れてて、グレーがかったピンクになってた。ズボンは黒いジャージ。子供心にも、ちょっと障害がある子なのかなと思った。
でもその子はゆっくりした声で、よーろーしーくーと返してきた。話してみると、動作と会話が少し遅いけど、勉強は授業についてこれるくらいの知能はあった。担任の先生が、授業中ついてこれてるかどうか配慮するくらいで、あとは他の子とあまり変わらないようだった。目が細くていつもニコニコ笑っているように見えたし、動作はのんびりした子だけど会話は成立するので、席も隣同士、女子同士で話す機会も多かった。この子をエイトする。転校してきて2ヶ月くらい経った頃、クラスの女子グループに呼ばれた。と言っても1学年1クラス、20人のうち10人が女子なので、A 以外の女子全員から呼び出されたとも言える。お、いじめかいじめかーと、ちょっとワクワクしながら女子グループに囲まれていると、クラスの女子のリーダー的な B が、ちょっと言いにくそうに。A と関わらない方がいいよ。と切り出した。私じゃなく、A のいじめか?とも思ったが、ちょっと女子たちの様子がおかしい。何か怯えているような様子だった。理由をよく聞くと、B は両親から、A に関わると呪われる。と言われているらしい。他の女子たちもそれをすっかり信じ込んでいた。もうね、それを聞いた瞬間思いっきり吹き出してしまった。呪いよ、呪い。なあほなと。でも、女子たちは真剣だった。口々に A の呪いエピソードを出してくるが、それって勘違いじゃ?レベルのことばかり。A と話した日に怪我をしたとかそういうことばかり。A が私以外の人と話している様子がないことも気づいていたから、こういうことだったのかと内心合点が言った。しかし、その理由が呪いっていうのは納得いかなかった。私は女子たちにそんな非現実的なことはないと言ったが、聞き入れてはくれなかった。田舎の慣習については知っているつもりだったが、呪いというキーワードは初めてだったので、みんなをどう説得したらいいかもわからず、私はとりあえず、A には気をつける、と彼女たちと約束しその場を離れた。とは言ったものの、席は隣同士だし A と話すのは私だけなので、必然的に二人組になるときは A と一緒になるし、いつもと変わらぬ日がしばらく続いた。夏休みが終わり秋になったが、私に不幸が舞い込むこともなく、平凡な田舎の日々は続いた。その頃から私以外の女子がポツポツと A と話すようになった。とは言ってもプリントを渡す、とかそういった些細なことだったが、それまで A に近づこうともしなかった子たちだったから少し驚いた。多分、A に一番関わっている私が何ともないから安心したのかもしれない。転校生という新しい要素が、古い田舎の風習に、風穴を開けたのかもしれないと私は内心思っていた。秋のある日曜日、私は家の周りの田んぼで、近所の子供たちと遊んでいた。そこに A が通りかかった。A の家は山一つ越えたところにあって、毎日1時間かけて小学校に通っていたから、小学校に近い私の家の近所で、日曜に見かけたのはこれが初めてだった。A は私に気づくと、うちに遊びに来ないかと誘ってきた。近所の子は、A を見ると蜘蛛の子を散らすように去っていったが、多分呪いがあのせい、私は言いようと、A について言った。参道を行く道中、アケビやイチジクを取り食べながら行ったので、途中でお腹いっぱいになりつつ進むと、山の中のちょっと開けたところに A の家はあった。一見すると、農機具が置かれている小屋かと思うくらい小さくて、トタンの壁と屋根でできた家だった。ここが A の家かぁ、と思いつつお邪魔すると、家の中は小さな和室と小さな台所があるだけの簡素な作りだった。A はそこでいつも一人で遊んでいると言った。周囲に民家はないし、いつも何をして遊んでいるのか聞くと、低学年向けの絵本を取り出した。それ以外の遊び道具は見かけなかった。私はだんだん飽きてきてしまって外で遊ぶことを提案し、その日は A に山の中を案内してもらって遊んだ。夕方になり、そろそろ帰ると A に伝えると、引き止められたが、また遊ぼうと約束し帰宅した。翌週の日曜、家の近所で再び A に会った。また A に誘われて A 家に遊びに行くと、ぬいぐるみと人形があった。その日は二人でぬいぐるみや人形で遊んだ。帰宅時、A に引き止められたが、また遊ぼうと約束し帰宅した。その翌週も家の近所で A に会った。再び A に誘われて A 家に遊びに行くと、ボードゲームがあった。人生ゲームとか、オセロとかいろんな種類があった。二人でそれで遊んだ。帰宅時、A に引き止められたが、また遊ぼうと約束し帰宅した。またその翌週も A に会った。
再び A 家に誘われたが、毎週遊んでいたので多少飽きていたのと、1時間かけて A 家まで行くのが面倒で、その日は私の家の近所で遊んだ。3時ごろ、私はおやつを食べに帰宅し A は帰っていった。翌日、学校に行くと A は、あげる。と言いながらシールを渡してきた。その時、女子たちの間ではシール交換が流行っていた。雑貨屋で売っている100円くらいの安い可愛いシールを、ノートや筆箱に貼るのだが、小学生では何枚も買えないから、余ったシールを友達同士で交換して種類を増やすのだ。私もクラスの女子たちと交換していた。A はシール交換には参加していなかったが、A の両親が買ってくれたのだろうかと考えた。そういえば A の家に行くたびに新しいおもちゃが増えていたっけ。しかし、A がくれるというシールは、可愛い花柄のラメ入りの2、300円はするシールだった。ただもらうのではこちらも気が引ける。そう考えた私は、A からシールを受け取ると、自分の持っているとっておきのキャラクターのシールを A に渡した。交換ねえ、と言いながら。A は少し驚いたような困ったような顔をしたようだったが、私はいい交換ができたと、内心満足感でいっぱいでそんなことは気にしていなかった。その頃からだと思う。A の持ち物が少しずつグレードアップしていったのは、ノートは流行りのアニメキャラクターのものになり、洋服はフリルのついたブラウスになり、スカートを履いてくるようになった。薄汚れたトレーナーは見なくなった。身綺麗になっていく A に反感を持つ女子が出てきたのも、その頃からだったのだろうと今なら思えるが、私は人の格好に全く興味のない性格だったので、全く気づくことはなかった。冬の初めくらいだったと思う。女子のリーダー的存在の B が話しかけてきた。転校してきた当初は知らなかったが、B の父親は PTA 会長をしており、B の家は、この辺の集落の農家を取り仕切るような、昔の庄屋のような家らしい。B 自身はとても可愛らしい女の子だった。みんなからの人望もあったと思う。クラスの女子たちは B を中心にグループを作っていた。B は、私が机の上に広げたシールを見て、このシール可愛い。と言ってきた。A からもらったシールだった。私は何も考えずに、A からもらった、と B に伝えた。その時の B の表情は、何と例えたらいいのかわからない。一瞬顔が引きつったように見えたのは気のせいだったのだろうか。B は、A からねえ。と言いつつ、私の隣の席の A を、足元から頭までじっくりと見つめた。と思うと、A の持っていた筆箱を取り上げた。A の筆箱は、春には去年家庭科で作ったというフェルト製のものだったが、今のはアニメのキャラクターが描かれた、7箇所入れるところがある最新のものだった。これ、ちょうだい。B はそう言いながら自分のグループの子たちの方に走っていった。私は慌てて B を止めようとしたが、とっさのことで、くらいしか言えなかった。私は A の方を見て、先生に言わなきゃ、と叫んだ。A は、B の方をぼーっと見ているだけだった。しっかりしろと、私が思わず A の肩を掴んで揺さぶろうとしたとき、A はぼそっと、いいの、とつぶやいた。はぁ、と思わず A に言うと、A は、細い目をさらに細めて、その代わりをもらうから、と言った。私はまた、はぁ、と言ったとき、チャイムが鳴り先生が教室に入ってきた。私はとりあえず席に戻ったが、授業が終わったらこのことを先生に密告する気満々だった。だが授業中、B が突然倒れた。ヒューヒューという音が聞こえるなと思った次の瞬間、B は机ごと床に投げ出されそのまま痙攣を起こした。騒然とする教室内、慌てて救急車を呼ぶ先生、B を中心にできる人垣。何もかもスローモーションのように感じた。私は自分の席で起立したまま動けなかった。ふと、A を見ると、A は座ったまま運ばれていく B をじっと見ていただけだった。B はそのまま救急車で運ばれ、担任はそれに付き添っていった。その日、残りの授業は副担任が行った。放課後、私は担任に呼ばれた。いつの間に病院から戻ってきたのか。B のことで話があるというのでついていくと、校長室に入るように言われた。校長室に入るのは初めてで、緊張しつつ入室した。校長先生の机が部屋の奥にあり、手前に応接セットが置いてある。そこに座っていたのは、B の両親と教頭と校長、担任は入り口付近に立った。
偉い先生方が並んでいるのを見て、子供心にもただごとではないと思った。真っ先に口を開いたのは B 母だった。なんでこの子は無事なの？ B は〇〇ちゃんは大丈夫だったって言ってたのに。急に叫んだかと思うと、私に飛びかからんばかりの勢いで中腰になった。B 父は B 母の肩を押さえ、B 母に席に座るように促した。びっくりしたまま状況についていけない私は、直立不動で動けなかった。今度は校長が優しく話しかけてきた。ねえ、まるまるさん。A さんから何かもらった？校長の声は優しかったが、上ずっていた。とても緊張しているようだった。私はかすれた声で、シールもらった。と答えるのが精一杯だった。その瞬間、大人たちのハッと息を呑むような声が聞こえた。なんで？この子は、A から。なんで無事で？そんな声を誰ともなくつぶやいていた。ようやく頭が状況を整理しようと動き出した私は、例の A の呪いの件を思い出した。多分大人たちは、A の呪いで B があんな風になったと考えているんだろう。そう考えると全てに納得がいった。と同時にムカついてきた。いい大人が何人もいて何を言っているんだ、と。そして、叫んでしまった。私は A とシールを交換しただけだもん。B みたいに筆箱取ったりしてないもん。その瞬間、大人たちは一斉に私を見た。交換、だから。B 母がつぶやいた。それにかぶせるように。お前はそれを B に言わなかったんか。と B 父が叫び、私につかみかかってきた。B 父を羽交い締めにする校長と教頭、泣き叫ぶ B 母、もういっぱいいっぱいだった。その時、制服姿の父が校長室に入ってきた。多分いつの間にかいなくなっていた担任に呼ばれたのだと思う。大人たちは途端に静まり返った。この子は、駐在さんとこの子か。そうつぶやいて B 父は舌打ちをした。私は父と共に校長室を出た。私は呆然自失のまま家に着いた。家に入ると母はうろたえていたが、何が起きたのかわからないのでどうしようもなく、何かできることもなかった。父は私を家に送り届けると小学校に戻り、B 父と話した。が、B 父が一方的に怒っているのはわかるが、なぜ怒っているのかは詳しくは語らない様子で、父にとっても腑に落ちない様子で帰ってきた。両親は、何が起きたのかはわからないが、集落の有力者である B 父が、怒りに任せて私に何をするかわからないから引っ越す。ことを決めた。ちょうど私も来年から中学生だし、いつまでも転校続きでは落ち着かないだろうというのが建前だった。県の端から端の距離に父実家があり、土地も空いているから家を建てようということが、その日のうちに決まった。私と母はすぐに父方の祖父母の家に引っ越すことが急遽決まった。父は、とりあえず集落から離れたところにマンションを借り、駐在所に通うということだった。でも、もし来年もここに残るようになったら、転勤がなかったらどうするの？と聞くと、父は、こういうことがあったらすぐ人事異動があるんだ。と言い、実際に季節外れの年末の人事異動で、父は転勤になった。私は B が倒れた日から集落の小学校には通わず、引っ越しの準備をしていた。納得できたわけではなかったが、こうする以外ないのだということは分かっていた。ただ、その前にどうしても確かめたいことがあった。そこで私は家を抜け出し、A の家に向かった。平日の昼間、普通の大人なら仕事中で B 父に見つかることもないだろうと思った。以前 A と一緒に登った山道を進んでいくと、途中の棚田で農作業をしているおじいさんに話しかけられた。おい、何しとんだ？私は、人の良さそうなおじいさんであることもあって答えた。この山の上にある友達の家に行くのを。それを聞いたおじいさんは、農作業を中断して私に近づいてきた。この山の中に人なんか住んでねえぞ。お前さんどこ行くんだ？そんなバカなと思った私は、そんなことないよ、A ちゃんっていう子。家は小屋みたいだけど何回も行ったもん。と言った。その瞬間、おじいさんの顔色が変わった。お前さん、は、駐在さんとこの子か。昼間っから子供がいておかしいと思ったんよ。駐在さんと B さんとで話はついたようだけど、B さんに見つかったら何されるかわからんで。わしらもいくらなんでも小さい子を手にかけるのはいかんって、B さん説得するのがやっとだったかんよ。駐在さんにはお世話になったしな。
お前さんはこの集落からいなくなることで話が済んでんだ。さっさと帰んな。おじいさんからいきなり物騒なことを言われてびっくりしたが、おじいさんは私の状況を私以上にわかっていると思った。聞くならこの人以外いない。A ちゃんは無事なの？ A か、B はあいつには手を出せんよ。絶対に。おじいさんは何か確信を持っているように見えた。私は少しほっとした。B ちゃんは？そう聞くと、おじいさんは B の家の方向を向いていった。生きてはいる。生きてはいる。ってどういうこと？私がもう一度聞くと、おじいさんは苦虫を噛みつぶしたような顔をした。お前さんはもう関わっちゃいかん。今回はたまたま運が良かっただけなんだから、そのことを忘れちゃいかん。そういい、私を回れ右させると背中を押して、元来た道を引き返すように背中を押してきた。私は慌てて、B ちゃんは A ちゃんに関わったら呪われるって言ってたよ、そういうことなの？と聞いた。おじいさんは、呪い。とつぶやくと、誰がそんなこと言ったんか？と聞いてきた。B ちゃんが B ちゃんのお父さんから聞いたって言ってた。私が答えるとおじいさんはため息をついて言った。若いもんのとこじゃそういうことになっとるんか。違う、もともとはそういうもんじゃないんじゃ。あれは。おじいさんは途中まで言い口を閉ざした。何かを考えているように見えたが何も言ってはくれなかった。そのうち。さっさと帰んなさい。本当はお前さんと話してるのを見られただけでも、わしも危ないんじゃから。と言った。おじいさんが本気で私を心配してくれているのは分かったし、おじいさんに迷惑をかけるのも悪いと思い、私は家に帰ることにした。参道を降りていると、脇の獣道から A が出てきた。A ちゃん。私は A に駆け寄った。A ちゃん、無事でよかった。大丈夫なの？私は引っ越すことになったよ。どうなってるのか全然わかんないけど。矢継ぎ早に A に話しかけた私は、A の様子がおかしいことに気づいた。ずっと、自分の足元を見たままこちらを見ない。A ちゃん、どうしたの？私が A の肩に手を置こうとしたとき。ない。A がつぶやいた。え？聞き返すと、A はすっと顔を上げ、ぐいっと顔を近づけると。まるまるちゃんは、だから、もう取れない。と囁いた。いつも周りが見えているのかどうかわからないくらい細い A の目が、わずかに開いていた。そこが黒く塗りつぶされているように見えたのは、沈みかけた太陽の光の加減のせいだったのか。にやりと笑った A は、私の知っている A とは違う何かのようだった。あっけに取られる私の横を A は通り過ぎ、参道を駆け上っていった。A と会ったのは、それが最後だった。翌日、私と母は祖父母の家に引っ越した。以来、あの集落には近づいていない。家の中でもあの件はタブーになっている。楽しい家族の思い出話はいつもあの集落以外の話だ。祖父母の家は割と大きな町の中にあったし、田舎以外の暮らしに慣れるのに一生懸命で、いつしかあの集落のことは記憶から薄れていった。ふと思い出したのは、押し入れの中にあった小学校のノートの中から、A からもらったシールが出てきたから。考えてみるとおかしなことはたくさんあった。山の中の小さな家にいつも一人でいた A、いつの間にかたくさんあったおもちゃ、そういえば A の両親は見たことも聞いたこともなかった。どんどん見切れになっていた A、なぜ A からもらったらいけなかったのか、あの大人たちの態度はどういうことだったのか、B はどうなったのか。考えても答えの出ない時はいつも、引っ越す時に言っていた父の言葉を思い出す。世の中には、どうしようもないことがたくさんある。と、以上です。面白いね。鳥肌立った。面白かった。おつ、どういうことか気になる。このスレいいね。すごく興味深い。いいスレッドなのに人がいないね。興味深いが、閑散としているな。なかなか怖いね。初見、ハンターハンターの何かみたいなやっちゃなーって思ったんを。みんなの感想を聞いていきましょう。A の異様さや謎よりも B 家の不快感の方が勝ってしまう不思議。女子グループに呼び出されて、お、いじめかいじめかー、とか軽いノリで思える神経図太すぎて草生えた。スレ主はいい子だな。一番好きかもしれないこの話。育ちの良さが幸いしたってところかな。
どんな事情や理由があるにしろ、いきなり人のもの取る子には何らかの縁座があるのは仕方ない。B さんには、しかるべき鉄槌を食らわせるべきだと思うんだよね。ふっふ。面白かったです。映画何なのか気になるにはなるけど、謎を謎のまま残して、わけがわからない、だからなおのこと不気味だ、というのも、いいかも。いつも投稿ありがとうございます。映画毎週おもちゃが増えてったのは、一気にちょうだいって言わせることだったのかな。何か感わかる。サムネ見て、快楽と命の等価交換、人界の獣パプが真っ先に出てきた。では次に参りましょう。第3話目は、拾った石、です。VTR、どうぞ。ここの人たちだったら信じてくれると思います。霊感とかそんなもんないと思うが、実体験を書いておきます。というか僕と友人の話なのですが、どちらかというと友人の方に、霊感みたいなものがあったんだろうと思います。ひょっとして怖くないかもしれません。最初に言っておきます。長くなります上に文章下手くそなので、面倒な人はスルーしてください。大阪弁が使われており、読みにくいかもしれません。ある程度再現するには言葉もそのままの方がいいと思い、そうさせていただきました。6年前の冬、12月27日か28日だったか、その日の昼は仕事場の年末大掃除を終えて、粗大ゴミやら古雑誌なんかを、ゴミ置き場に出しに行った。その時、太めの端っこに何かが見えた。なんとなく古いっぽい切り製の箱が捨てられていた。中身がなんとなく気になり蓋を開けてみると、白い薄紙に何重にもくるまれた、綺麗な青っぽい石でできた玉が入っていた。すげえもん拾ってしまった、値打ちのあるものかも、と思い、ゴミの中からその箱と石を持って帰った。夜家に帰って、部屋に飾ろうと床に置いてあった箱を持ち上げると、昼間よりも重く感じた。え？と思い、中の石を取り出そうとした瞬間、ビリッというかバチンと、静電気のような衝撃が手に感じた。その時は静電気としか思わなかった。反射的に手を引っ込めて、もう一度石に触ると静電気はなく、なぜか温かい感じがした。取り出すと、青っぽかった石が真っ黒になっていた。昼間明るいところで見るのと、部屋のどちらかといえば暗い白熱灯の下では、見え方が違うのかなと思った。そう思って、石を手に持ち光にかざしていたら、携帯電話が鳴った。久しぶりに友人 A からで、近所のバーで飲んでるから来ないか。という、珍しいこともあるんだな、あいつと飲んだことあったっけ？しかし懐かしさが勝ち、誘いに乗って、バイクで5、6分くらいのところにあるバー目指していった。11時くらいから飲んで、夜中の3時くらいまで懐かしい話とバカ話で盛り上がった。二人ともかなり酔っ払っていた。帰りがけに映画。やっぱ今日、お前誘っといてよかったわ。これに懲りずに付き合ってや。と言ったので、当たり前やん、いつでも誘って、と言って別れた。酔っていたが、そのやりとりだけはなぜか鮮明に覚えている。その後バイクで家に帰るのだが、その道中は覚えていない。警察の人ごめんなさい、家に帰れたことが奇跡かも。家に帰って即ベッドで寝たのだろう。朝起きた時は服はそのまま、カバンも肩からかかったまま、なぜかジーパンだけは脱いでいた。なんでやと思い、ジーパンをつまみ上げると、膝から下が真っ黒にというか、どす黒く濡れていた。ドブに浸かった感じに。匂いは特にしなかったと思う。うわっと思い、ジーパンを離した。すぐに、バイクでこけてドブかどこかに落ちたのかな、と体の異常を探す。すぐに見つかった。右手、腕から肩が上がらない。例えるなら、鎖骨の間の神経通ってる部分を、ものすごい力で押さえつけられてる感じ。無理をすれば激痛が肩から下に走る。変な寝相だったかなと思いつつも、今度はガレージにバイクを見に行った。バイクは全く無傷だった。ということは、こけていないということらしい。でも痛い。親に話すと、病院に行け。ということで、自転車に乗り、救急病院へ。車で送らない親は鬼。レントゲンや MRI やらの検査をしたが、全く異常はなかったし、医者からは、本当に痛いの？上がらないの？と聞かれたが、痛いもんは痛いし、上がらんもんは上がらんと、ちょっとした押し問答になる始末。家に帰ったら姉ちゃんに、何かに取り憑かれてんちゃう？
との一言で、無性に昨日拾ってきた石のことが気になりだした。最近で変わったことといえば、昨日石を拾ってきたことくらいだった。そういう、幽霊とか超常現象とかは全く信じてなかったが、なんとなく石が気になって仕方がなかった。急いで部屋に戻る。戻る間、なぜかこの痛みは石のせいだと強く思うようになっていた。勘というやつか。机の上の石は、黒い透明、になり、中が真っ赤になっていた。それを見て背筋がゾクッとなった。姉ちゃんにこのことを言おうと部屋を出ようとすると、体がうまく動かなくなった。足が動かない。金縛りか？これが？あれって寝てる時やろ？と初めてなる金縛りに焦りまくった。そん時不意に。やっぱ今日、お前誘っといてよかったわ。これに懲りずに付き合ってや。という A の声が聞こえた。聞こえたというか、頭の中で響いた。何回も言葉がぐるぐる回ってた。そのうちなんかぼーっとなって、ふと気づいたら部屋の床で寝ていたらしい。もう夕方になっていた。夢か、何だったんだろう。すぐに机の上の石を見た。真っ黒だった。昨日の夜と一緒だ。なんか急に怖くなり、その石を処分しようと考えた。晩飯を家族と食べた時も、昼間のことは言わないことにした。どうせまともな答えが返ってくるとは思えないから。会話は、テレビの年末特番の話か何かだったと思う。夕食後すぐに部屋に戻り、石をどうしたものか考えた。とにかくここには置いておけない。元の場所に捨てに行くか、適当なところに捨てるか。なんとなく元の場所に戻す、捨てる方がいいと判断し、明日、仕事場のビルのゴミ捨て場に行くことに決めた。真っ黒の石を箱にしまい、風呂に入ってさあ寝ようと思った時に、家の電話が鳴った。友人 A だった。今日暇やねん。まるまるで飲もうや。おいおい、昨日も飲んだやんと思いつつも、まあ別にすることもなく、寝ようと思ってたから OK した。お前も大概暇やな。でも俺、今日起きたら右手上がれへんくって、バイクでは無理やわ。自転車で行くわ、と返事し。嘘？怪我したん？原因わからんの。大丈夫なん、そら大変やな。ほんじゃ、また今度にしようや。と A は言ったが、ええよ、行けるから、と行くことに。距離的にもまあ行けないこともないし、片手がちょっと慣れてきたこともあり、難なく到着。年末だからか、バーに客は A しかいなかった。第一声僕が。でもそういやお前、なんで A に電話したん？携帯にくれたらよかったのに、と言うと。久しぶりやなあしかし。元気しとったか？出て上がらんねんな。つうか、お前の古い番号しか知らんし。アホ、何言うてんのん。今日やん別れたん。今日、まだ酔うてんのか？今日って、何言うてんの？お前、今日なんか会ってるわけないやん。昨日から今日という意味や。もうええって。とりあえずチャリンコ片手運転してきてんから、ビールぐらい飲ませろや。わけわからん。久々に会ったら肝さ爆発やなお前。お、とりあえず。何かわからんけどお疲れ。乾杯。つうか、昨日の帰りのこと全然覚えてないねんけど、お前ちゃんと帰れた？お前な、さっきから何キモいこと言ってんのん、頭おかしいんちゃうか？まるまるさん、昨日こいつと俺、来てたやんな。いや、二人とも来てへんかったよ。気になって携帯の着信履歴を見た。昨日の着信は3件。その中に A の名前はなぜかなかった。というかマスターいたっけ？と自問自答。ああ、こいつの嘘バレバレですよねー。ちょ、嘘ちゃうって、と。昨日の状況を思い出そうとしたが、なぜかどうしても思い出せない。かろうじて覚えている。やっぱ今日、お前誘っといてよかったわ。これに懲りずに付き合ってや。ということを言うと。俺そんなん言ってないし、夢ちゃうん、それ、夢やって。あ、夢、夢。いやそんなことないって。でも、全然思い出されへんねん。なんでやろ？お前一回病院行った方がいいんちゃう？記憶ないってなんか怖いやん。ちょ待てって。じゃあお前の言うことがほんまやとして。俺はお前の携帯番号も知らんし、昨日お前と飲んでもない。というか大阪におらんかった。証拠もある。と言って、福岡市にあるホテルの領収書を見せてきた。日付は今日の午前チェックアウト。どうなってんの？これ。俺頭おかしくなったんかな？僕が整理のつかない頭で、うおう、思い出されへん、ともがいてるとき、A が突然言い出した。ちょっと真剣に聞いてほしいねん。
A はちょっと寂しそうに話した。明日な、〇〇の命日やねんな。でやな、なんか知らんけど、お前らの夢を見たわけよ。で、懐かしくなってというか、まあ後で言うけど、お前に会わなあかんと思った。弟死んだん5年も前のことやから、お前は忘れてるかもしれんけどな、昔はよう遊んだな。悪さして。あの日な俺、弟死ぬんなんとなく知っててん。これは後やから言えることかもしれんねんけどな。なんかな、俺昔から、知ってる人とかの夢を、何日か立て続けに見ることがあるねん。なんか最初は白黒やねんけど、途中からセピア色というか、真っ赤に変わっていくねん。その後、その人にあんまり良くないことが起きるような気がするねん。怪我とか、あと、死んだりとか。で、弟の時も、一週間くらい前からそういう夢見てて、偶然かもしらんけど、弟の時も真っ赤になってん。その後、あいつ死んでもうた。死ぬんがわかる？んなわけないやん。お前もうちょっとまともな嘘つけって。言っとくけど、俺のは嘘ちゃうで。いや、死期がわかる人っておるらしいで。俺の連れもそんなこと言ってたやつおった。そいつのおかんもそういう人やった。まあ、俺がそうかどうかは知らんけど、結果そうなってしまったんや。まあええわ。で、その死ぬんがわかる夢って。そう、昨日見た夢や。いきなり3分の1くらい真っ赤やった。正直こんなん初めてやし、どうしていいかもわからんし、とりあえずお前に会いに来たっちゅうわけや。詳しく言えば、なんか草原みたいなとこにお前と弟がいて、その草みたいなゆらゆらした地面が真っ赤やった。ちょうどこれくらいかな。と、膝下くらいを指した。だいたい赤い夢見るときは、白黒からじわーってゆっくり変わっていくんやけど、いきなり赤いのは見たことないから、びっくりしてん。俺、どないかなるかもしれんってこと？この手かな。それはわからん。そうかもしれんし、違うもんかもしれん。死ぬかもしれんということ？わからんねん。そればっかりは。でもな、いきなりそんなん言われても、信じられるわけないやん。そんなやりとりをしてると、A が泣きそうな顔で言った。その夢にな、俺もうってん。俺と弟ちゃうんか？そんなん最初に言わんかったやん。言うたら死ぬんちゃうかと思って、言えんかった。そうか、俺は死んでもええと、お前最悪やな。死ぬとは決まったわけじゃないって、ただの夢やし。そうやな、ただの夢でギャーギャー言うなよ、シャレにならんでほんま。実は僕はかなり怖かった。ただええので気の悪い夢を笑うしかなかった。でも、それは笑えないことだと思い始めた。今朝見たジーパン。頭の中がむちゃくちゃになってきた。昨日僕は A と会ったのか？会ってないとすれば、一体誰に会ったのか？というか、どこに行ってたのか？ A ではない A と？携帯の番号も知らない。バーにも来てない。A の見た赤い夢。膝下が赤く染まる夢。今朝見た、膝から下がどす黒く濡れていたジーパン。今はもう何も考えられない、無理だ。もう帰ると言うと、A が送っていくと言い出した。それを僕は断った。なんとなく嫌な気分になったから。A と僕はバーを出た。A はまだ何か言いたそうにしていたが、構わずに自転車に乗った。A は最後に、気をつけて帰れよ。と言った。僕は、お前、人のこと言えへんねんで、と言った。笑うと思ったが、A は真顔でうなずいた。僕は慌てて目をそらした。なんかわからんけど嫌な感じだった。自転車片手運転で家に到着。到着するなり、誰かに後ろからドンと背中を押された。その直後携帯が鳴った。後ろを振り返ると誰もいなかった。電話は A だった。何？どうしたん？どうしてるかなと思って。やたら元気な声に、さっきのは嘘だと直感した。ふざけてるのかと、A に何か言ってやろうと思った。何が、どうしてるって何？大丈夫か？昨日さ、あんだけ酔っ払ってたやん二人とも。うん？で？ちゃんと帰れたかなと思ってな。なんか違う。今度は違うのがわかった。なんかさっき会ってた A じゃないのがわかった。雰囲気か？空気みたいなものが違う気がして。お前何言ってんの？お前さ、A？ 迎えに行こうか？こんでええ、こんでええ。迎えに行こうか？来るな、来るな。途中で、携帯で喋ってたはずが、頭の中でぐるぐる声が回る感じになり、多分、気絶したんだと思う。朝、玄関の入ったところで寝ていた僕を起こした母が一言。あんた A 年して、おねしょするってどういうこと？
黒のパンツが、腰あたりから下がびっしょり濡れていた。匂いはない。携帯の着信履歴を見た。A の名前はやっぱりというかなかった。その日の昼過ぎ、仕事場のビルのゴミ捨て場に行くことに。自転車片手運転で駅まで。地下鉄に乗り、仕事場のゴミ置き場に向かった。箱ごとビルのゴミ捨て場に捨てようと思い、最後に、怖いもの見たさで箱の中を覗くと、腰が抜けそうになり、その場にへたり込んでしまった。石が真っ二つに割れていた。色は外が真っ黒で、中は真っ赤になっていた。むちゃくちゃ怖かった。手がものすごく震え出して止まらなくなった。最初、この時間くらいに見た時は青っぽかったのになぁと、怖さで混乱し、そんなことを思ってしまうほどだった。急に震えが止まった。体はかなり冷えていた。石の入った箱をゴミ置きに置いて、足早に駅へ。駅までは行ったが、石を捨てた開放感があっても何かすっきりしないので、普段はやったことのないパチンコ屋へ。ぼーっと弾を追いかけてると、余計なことを考えずに済んだ。気がついたら日が暮れていたし、金もほとんどなくなっていた。夜家に帰って夕飯を終え、風呂に入ってると、夕方から用事で出ていたおかんが帰ってきた。おかんが、あんた、どこ行ってたんな。何回電話しても携帯も通じひんし、留守番電話聞いてないの？あんた A 君っておったやろ？亡くなったらしいで。電話あって、A 君のお母さんが一度電話くれって。A が、嘘やろ、と思いつつ A 宅へ電話する。もしもし、〇〇ですが。ああ、〇〇君。ちょっとね、大変なことになってね。ちょっと奥さん呼んでくるから待っててね。なんか向こうわざわざわしている。〇〇君、A がね。母から聞きました。今から行きますわ。いや、ツヤはもうちょっと後やから、今日はええよ明日でも。本人おらんしな。いや、今日の方がいいんです。僕昨日、A と会ってるんです。多分そうやろうと思いました。それやったらまあ、家に来てください。気をつけてね。電話を切り、その足でタクシーを呼び A 宅へ。昔はちょくちょく行ってた家だ。A 宅に着くと、A ママが。見せたいものがあるから。と A の部屋へ案内した。開けた途端にちょっと嫌な感じがした。ガラステーブルに落書き帳、画用紙のやつがポツンと置いてあり。それを開けてみて。と言った。中に書いてあったのは、僕と A ママ宛ての手紙だった。中身はこんな感じ。おかん A。おかん、これ見たら〇〇へ電話して、これ読むように言って。絶対に。〇〇へ。昨日は変なこと急に言ってごめんな。でもお前も十分変なこと言ってたで。俺に会ったとか、かなりキモいこと言ってたしな。で、夢の内容やけども、あの後家帰ってみたのは、下半身全部赤かった。そんで、じわじわ首の方まで赤くなっていきよった。もちろん俺もや。気になってんけど、お前はなんか黒い何かを持ってて、その周りが異常に赤かった。何かの塊みたいなもん。それしかわからん。今日は弟の命日やけど、ひょっとして俺の命日にもなるかもしれんな。アホみたいな話やけど、俺ら誕生日同じ日やしな。おかんには悪いけど、先に行くかもしれんから、先に言っとくわ。産んでくれてありがとうな。なんやろうなこれは。こう引っ張られる感じって、最近何かに引っ張られる感じがするわ。手紙はここまでしか書かれていませんでした。後半はちょっとした遺言、みたいになっていた。死ぬのが分かったのかどうかは、誰にもわかりません。A ママが、お茶でも入れるわ。と台所へ行った。その間、手紙以外、何も書かれてない落書き帳をペラペラめくっていて、思わず手が止まった。そこにはあれがあった。真っ黒な大きな丸が書かれていた。中心は真っ赤に塗りつぶされていた。クレヨンで、何度も何度も塗り重ねて、黒が盛り上がってた。ページの端の方に小さく何か書いてあった。というか、鉛筆で書いて消しゴムで消した感じ？書かれてないけど、書いた後。探し物、って。しかも誰が見ても、A とは明らかに違う筆跡で。はっきり言って、今でも一番鮮明に残ってる場面。あとはなんかようわからん話ですが。どういう状況かわかりませんが、A はベッドの上で眠るようになくなっていたそうです。A ママが、昼前になっても起きない A を起こそうとしたら、呼吸しておらず、病院へ運ばれた時には、すでに亡くなっていたそうです。病院で服を脱がす時、足から首にかけて何本か、赤いミミズバレのようなものがあった。
と言っていました。A が夢から覚めてすぐ手紙を書き、なんか途中で眠たくなって寝たのでしょうか。石のことも含め何もわかりませんが、なぜか、すべて石を拾った直後に起こった出来事です。石に助けられたのでしょうか？ A に助けられたのでしょうか？石と A が何か関係あったのか知りません。12月31日、夜中から1月2日の朝まで、40度くらいの高熱が出た。夢に何度も A が出てきた。なんか叫んでるようだったが、何かわかりません。ゴミ捨て場にも行きました。もうなくなっていました。僕の腕は正月明けの1月5日に、ふと上がるようになりました。それ以来は何も起こっていません。A ママから後から聞いた話だと、偶然にも弟も亡くなった時、同じ感じだったらしいです。A は自殺かと思われましたが、心不全みたいなことになったみたいです。めちゃ返しだと思うんだが。そういうことなので、A ママのところに、警察関係の人とか来て、事情聴取されてたみたいですが、外傷や、薬物反応もなく、殺人ではないと判断されました。父親は A が5歳の時に亡くなったらしいのだが、A パパは、人の式がわかる人だったらしい。ちなみに、手紙にあったように、A と A 弟は同じ誕生日。僕も実は同じ誕生日です。今もちょっと年末が怖いです。誕生日かぶりすぎー。ではコメ欄を見ていきましょう。伏線一個も回収できてないところがリアルといえばリアル。ちょうど青い石を拾って2日経ったところだったので助かりました。拾うなエース、戻れ。平気で飲酒運転してる上に片手運転するような人間か。カズマー、石を拾い集めるのはやめてたもれー。全身がゾワッとした。一人でトイレ行けないと思ったら、顔はよく見えなかったけど女の人が一緒についてきてくれて助かりました。おやすみなさい。なんで安心してるねん。どれだけ怖い思いをしていても絶対に自転車片手運転の一致。怖かった。石って中に幽霊がつくとかなんとかって聞くからそういうのも関係あるのかな。怖いやん。やたら子供が石拾ってくるけど。やめさそう。では最後の話です。最後の話は、ドコモさんの怖い話、です。ドコモだけ。私はドコモ関連の設備管理の仕事をしているものですが、昨年の年末にちょっと信じられない体験をしました。これまで幽霊とか妖怪とかそういうものは信じていませんでしたし、そういった現象に出くわしたこともなかったのですが、今回の出来事は、自分のそういう認識をひっくり返してしまうようなものでした。未だに、あれが現実の出来事だったのか、自分の幻覚だったのか、確信は持てないのですが。去年の12月27日、私と上司2人は、山頂にあるアンテナ鉄塔の点検に出かけました。山道を車で登っていったのですが、途中で雪が深くなってきて、その時はスタッドレスタイヤを履いていなかったので、それ以上進めなくなり、仕方なく神社の前に車を置いて、1キロくらい歩くことになりました。雪は表面が凍っていて、踏むとザクザクと音がします。不思議と気には雪が積もっていなかったので、上司、Kさんに聞くと。木の枝に積もった雪は、すぐに下へ落ちるからな。と答えました。そうやって周りの景色を見たり雪に足を取られたりしたので、鉄塔に近づくまでに30分以上もかかってしまいました。鉄塔が間近に見えて、車道から林の中の道に入ったあたりで、Kさんが上を見上げながら言いました。木の枝に何か引っかかっているぞ。私ともう一人の上司、Tさんが上を見ると、木の枝に地面から5メートルくらいの枝に、細くて白い布みたいなものが絡んで風になびいていました。さらに行くと、鉄塔の周りに張ってあるフェンスやゲートの鉄格子にも、同じものが絡みついているのが見えてきました。近づいてよく見てみると、それは布ではなくて紙でした。黒で何か書かれた紙を細く裂いたような感じでまだらになっています。山仕事に入っている人のいたずらかな？気持ち悪いなぁ。などと言い合いながらゲートの鍵を開けて中に入りました。続いて、鉄塔のドアに鍵を突っ込んで、回して開けようとしたのですが開きません。おかしいなぁと思って反対に鍵を回したら、今度はすんなりと開きました。
ここ鍵が開いてたみたいですよと私が言うと、Kさんに。そんなはずはない。前に来た時にちゃんと鍵を閉めたはずだ。と言い返されました。中へ入るとちょっと変な匂いがしました。それは他の二人も気がついたみたいで。なんだか臭いな。とか言っています。電源や通信のパネルを点検していると、奥の方で T さんが。と声を上げました。近づいてみると、階段の下あたりに動物の毛がバサッと落ちていました。これ鹿じゃないかな？それを見た K さんが言いました。毛を足でどけてみると、その下に血痕がいくつかありました。ここで食われたのかな？と T さん。それにしては骨も残っていないし、血も少ない気がしました。それに入り口のドアは閉まっていたので、鍵が開いていたとしても動物が入れたとは思えません。おかしいなぁとは思いながらも、原因がわからないので、とりあえず毛を集めて外に捨てました。血痕は、外から雪を持ってきてこすったら少し薄くなったので、そのまま放っておくことにしました。寒いし気味が悪いしで、早く点検を終わらせて帰りたい一心で、私はチェックリストを埋めていきました。遠くの方でそんな感じの声が聞こえました。アンテナの方に行っていた K さんの声かと思って、K さーんと叫ぶと、なんだと別の方向から声が返ってきました。あれ？と思ったのですが、その時は、T さんが外で仕事していて声を出したのだろうと思って気にしませんでした。ようやく点検を終えてドアの外に出ると、自分一人でした。T さんを探して周りをぐるりと回ったのですが、見当たりません。なんとなく中に入るのが嫌で外で待っていると、すぐに K さんと T さんが一緒に出てきました。T さん、さっき外で呼んでませんでしたか？いやー呼んでないよ。俺と K さんで上のボルトの点検してたから。おかしいなー。さっき、放って誰かが叫んだのが聞こえたんですけどねー。それ俺らも聞いて、てっきりお前だと思ったんだけど。違いますよ。いや、お前が俺を呼んだ声が意外に近かったから、おかしいなーとは思ったんだけどな。そんなことを言い合いながら、今度はドアに鍵をかけたのを、三人で確認してフェンスの外に出ました。細長い紙切れは気持ちが悪かったので、あまり触らずに放っておきました。日が暮れて暗くなりかけていたので、急いで車のところへ戻ろうと歩き始めました。K さんと T さんの後ろを私が少し離れてついていく形で、下り坂は滑るので足元を見ながらうつむいて歩きました。辺りの林はとても静かで、ザクザクと雪を踏みしめる音だけが聞こえてきます。灰色っぽい雲の隙間から遠くの夕焼けが見えていました。私は、さっきのことを考えながらぼんやりと足元を見つめるうちに、ちょっと奇妙なことに気がつきました。私たちは上りも下りも、道の左側を歩いていて、つまり上りと下りとは反対の側に足跡がついていました。私の目の前には T さんと K さんの長靴の跡が並んでいたのですが、その間にもう一つ、小さめの足跡がありました。最初は自分が登った時の足跡かな、と思いましたが、それは道の反対側にあるはずです。上りの時にはまっさらな雪面だったのが強い印象として残っているので、私たちが登る以前に誰かが歩いた跡とは思えません。となると、これは自分たちが登った後についた足跡だということになります。よく見てみると、その足跡は下を向いていました。だから、これは誰かが自分たちよりも先に下った時の足跡なのだと、その時はそう思いました。でも、その誰かは、いつ、どこから山に登ったのでしょう？それよりももっと気になることがありました。その足跡はどう見ても裸足だったのです。雪の上を裸足で歩く人間は多分まともではありません。私は前の二人に、声をかけるために視線を上げようとしました。きっとマイケルだ。ぼー。ワクワク。でもな、全部書いてから貼っておくれ。こんなに引っ張られちゃたまらん。慌てなさんな、またあり待ちましょうよ。その時、視界の上の方、つまり、自分の足元のすぐ前の方に裸足の足が見えました。うわっと思って思わず足を止めました。すると視界から足が消えたので、恐る恐る視線を上げて前を見ました。少し離れたところに K さんと T さんが並んで歩いている他に人影は見えません。周囲を見渡しても動くものなど何もありませんでした。不思議に思いましたが、どうしようもないので再び足元を見ながら歩き始めました。しばらくすると、また前の方に足が見えました。
驚いて足を止めるとすっと視界から消えます。が、歩き出すとすぐに見え始めるのです。小さくて白い裸足が、1.5 メートルくらい前を自分と同じ速さで歩いているようです。ちょうどかかとのあたりに白っぽい布がかかっているのが見えました。もう怖くなって前を見ることができませんでした。ひたすら足元を見ながら道を下っていきます。耳を澄ますと、前の方から K さんと T さんが低い声で話すのが聞こえてきました。それにザクザクという足音がかぶさっているのですが、それが3人なのか4人なのかはわかりません。なんとなく、目の前の足は音を立てていないように思えました。やがて、先を行く二人の足音が途絶えました。と同時に、視界から裸足の足がすっと消えました。怯えながら目を上げると、いつの間にか車のところまで来ていました。私は心底ほっとしてすぐに車の方に駆け寄りました。すると、K さんと T さんが、これから神社に参ろう。と言い出したのです。もう暗くなりかけているし、こんなところで時間を潰していたら、路面が凍結して帰れなくなってしまいます。そんなことはわかっているはずなのに二人は、ここまで来て神社へ行っておかないとダメだ。すぐに済むからお前も行こう。などというのです。入り口から見ると、鳥居の奥脇がうっそうと茂っていて、どこに何があるのか全然わかりません。こんなところへ入っていくのは絶対に嫌だったのですが、だからといってここに一人で置いていかれるのも怖かったので、必死の思いで二人を説得して、どうにか車に乗せることができました。急いで車をスタートさせたのですが、雪道なのでスピードを出すと滑ります。何度か危ない場面があったのですが、二人とも声を上げるでもなく黙ってシートに座っていました。バックミラーで見ると首がぐらぐら揺れていて、まるで寝ているようでしたが、目は開いていてじっと前を見ていました。と、ここに来て変なことに気がつきました。二人とも後部座席に座っているのです。いつもは必ず T さんが助手席に座るはずなのに、そう思い始めると、もう助手席の方を見ることができなくなりました。極力前だけを見て運転するうちに、ようやく麓まで下ってきました。すると、今度は K さんと T さんが二人揃って、ここで降ろしてくれ、と言い出しました。近くに知り合いがいるから会いに行く。と言って聞きません。じゃあ、その家まで送りますよと私が言うと、お前はここで帰れ、と言い張ります。ここから先は道がややこしいし、帰りにお前が迷ってしまうかもしれない。早く会社に戻って、先に帰ったと言っておいてくれ。と、正直自分も早く帰りたかったので、最寄りの店の前で二人を降ろしました。車から降りる際に、T さんが何気ない様子で、助手席のドアを開けてすぐに閉めたのを見たとき、全身にゾワッと寒気が来て、すぐに車を飛ばして会社に戻りました。翌日、K さんと T さんは二人とも休みでした。年末年始の交代勤務があるので、この時期に休むのはおかしくないのですが、私は昨日のことがあったのですごく気になりました。携帯に電話すると、T さんには繋がりませんでしたが K さんは、休みの日にまで電話するなよ。と笑っていたので、その時は少しほっとしました。しかし、結局二人とも正月の交代勤務には出てきませんでした。その後、年明け早々に T さんは会社を辞めました。理由は聞いていませんが、事業が郵送されてきたそうです。K さんには誰も連絡が取れないそうで、あれ以来、携帯に電話しても通じません。山を降りた時に無理にでも連れて帰ればよかったと後悔しています。一気に書いたので、ちゃんとしてないかもしれません。ごめんなさい。寝るなぁ。寝たら死ぬぞー。ドコモさん、どこ行っちゃったんですか。すみません。ちょっと眠ってました。ドコモさんは、なぜこの2チャンネルのオカルト板に書き込もうと思われたんですか ?2 チャンネルは前からやってたんです。とは言っても、書き込みは少なかったですけど。それで、今回のことがあって、自分では理解できないし、もしかしたら、こういうことに慣れている人が多いのかと思って、オカルト板に書き込んでみることにしたのです。お祓いはお寺に頼めばやってもらえるのですか？その際に、事情を話さないとダメなんでしょうか？事情は話した方がいいと思いますよ。ありがとうございます。2月まで K さんに連絡がつかなかったら、お寺に相談してみます。怖えよー。ドコモの話、怖えー。そいつは、肉食で、裸足で、ピッキングができて、怖えー。
588氏、お話拝見させていただきました。具体的な対処についてアドバイスはできないですが、申し訳ない。ただ、車にたどり着いた下りで、先輩二人が神社に行こうと言い出したのが気になりまして、悪い言い方かもしれませんが、ああ、こういう話の流れならこうなるんじゃないかなと、展開を予想して読んでました。俺がその時に思ったのは、先輩二人は、もちろん異変に気がついていたでしょうが、その異変とはあなたに降りかかっていたのでは？だから二人で相談し、あなたを必要以上に怖がらせないよう、説明せずにとにかく神社に連れて行こうとしたのでは？まあ、最後まで読んでどうもそれは違うらしい、とわかったのですが、どうすればいいかは、素人なんで勝手なことしか言えませんが、やはりお祓いでしょうね。その山の神社はどういうところだったのでしょうか？私のせいで二人がおかしくなってしまったんでしょうか。取り憑かれた人ではなくて、周りの人がたたられてしまうような、そういうケースって多いのでしょうか。それと、こういう場合は神社かお寺かどちらが良いのでしょうか。質問ばかりですみません。いつかまたその同じ鉄塔を点検する業務が回ってくるでしょう。その時に、あなたはどうするのか、一緒に行く仲間に対しては、それもすごく気になるところですね。点検業務は交代できるので、あそこの鉄塔はもう行かないようにしようと思ってます。次の移動で庶務の仕事に配置替えしてもらおうか、とも考えています。もともと、女性でこういう仕事は社内でも少ないですし、あそこであったことは報告書の備考欄に書きましたから、多分要望は通ると思います。代わりに行く人のことは心配ですが、もしかしたら私の考えすぎかもしれません。646です。取り憑かれた当人の周りの人に影響を及ぼす、というケースは知りませんが、あなたが霊感がないとか、偶然防御力が高いとかで、一方で先輩二人の霊感が強かった場合、本人は気づかなくとも周りの霊感の強い人がパニクることもあるのでは？山の怖さと霊感は関係ないような気がする、というのはいつか自分で書いたことです。矛盾したこと書いてしまいました。読んでいるとどこか妖怪じみたものを感じます。それと先輩が音信不通になったこととの関連は説明できませんが、だらだらと答えのないまま書いてしまいましたが、あなたのせいっていうつもりはなかったんで、そう読み取られたのならお詫びします。っていうか、あなた女性だったんですか？なんとなく25前後の兄ちゃんを想像してました。重ねてペコリ。ドコモさんの話こええー。うちの会社もドコモの鉄塔の仕事してるから、同僚に怖い話がないか聞いてみよっと。仕事上、施錠管理は一番気を使うから、NTT に相当叱られる。鍵の閉め忘れはありえないですね。霊というよりは、山の神の類に思えました。二人が山の神に見入られてしまったのかどうかはわかりませんが、ドコモさんのせいではないのですから、気に病むことはないですよ。乱暴な言い方ですが、二人のことは忘れることです。どうしても気になるのなら、神社でお祓いをしてもらうのもいいかも。詳しく話す必要はありませんから。長々と書き込みしてすいませんでした。ドコモさんの話怖い。うち、田舎なんで、裏山に携帯の鉄塔があります。フェンスで囲ってあって、鍵がしてあります。そこまでは、軽トラが入れるくらいの道があって、1キロもないけど、秋なんか静かで散歩にはいいんだけど、時々ふっと、怖くなって振り返る時があります。今まで何にもなかったけど、これから怖くて一人で行けないよう。その後、お二人の上司の人たちの様子はいかがですか？事件から1ヶ月くらい経っていると思われますが、どうなさっておられるのでしょう？皆さんレスをありがとうございます。山の神とか霊感とかよく知らないものですから、いろいろと参考になります。K さんも T さんも未だに連絡が取れませんが、もう少し待ってみようと思います。T さんは K さんと比べて、男前かどうかはわかりませんが、ずっと若いですね。山の名前は大仙です。施錠に関してはチェックリストに項目があるので、私も鍵のかけ忘れは考えにくいと思います。それと、こういう鉄塔にはセコムみたいな警報装置がないんです。山だと誤動作が多すぎるからだそうです。それも少し怖い話ですね。この投稿を最後に、ドコモさんはスレから去りました。スレ民の皆さんの考察は続きます。大仙、マジで、鳥取の？ゲー。高校の時に登ったことあるよ、大仙。危険な感じはしなかったけど、単に俺が鈍いだけか。
それって夏山登山道でしょ。反対側の振り子沢のあたりなんか結構な秘境ですよ。丹沢とは違うのか。え？大山は鳥取以外にも、もう一個なかったっけ？ググったら、愛知県と神奈川県の丹沢と二つありましたよ。鳥取はどこ行ったんだよ。神奈川の大山は登山道で登ると楽勝。豆腐で有名なところ。けど、道を間違えて丹沢山系に入っちゃうと結構懐が深い。昔から大山参りで有名な社がある。随分昔に読んだので、うろ覚えなのだが、丹沢やわという本の中に足だけの幽霊の話が載っていたような気がする。神奈川県の大山なら、隣だわな。ここで、スレミンたちの話に出てきた、神奈川県の大山三峰山の写真を貼って終わります。付近に電波塔、鉄塔が立ち並ぶ山道。フェンスに囲まれたテック塔。ドコモさんスコスコ。最後の話の米も見ていきましょう。K さんと T さんが、ここでおろせとハモって要求するところでゾワッときた。サムネは伏せて、タイトルは脆いってくの好き。施工会社さんも大変だな。自然も怖いし何より。業務知ってる分リアルだったのが一番ゾッとした。私たちが携帯電話を利用できるのは、彼らのおかげ。陶器に寒冷地の現場にノーマルタイヤで生かされるのもなかなかの恐怖。すんごい文豪だなこのどもこさん。上がり人を彷彿とさせる。こんな時間に目覚めたくないよー。今回はこれで終わりとなります。とても優しいジャムおじさんの悲痛な叫びを尻目に、我々は眠りにつくとしましょう。では、お声を拝借。おやすま。